Google URL ショートナーは Google が以前提供していた URL 短縮サービスである。2009年12月にサービスが開始され、当初は Google ツールバーとフィードバーナーで使用されていた。Google は独立したサイト g ー g l を2010年9月に立ち上げた。ユーザーは Google アカウントにログイン後に過去に短縮した URL の一覧にアクセスできた。 データのリアルタイム解析として、時間の経過に伴った、アクセス数、トップリファラ、訪問者のプロファイルが閲覧できた。セキュリティ面では、Google は Gmail で使用されているのと同種のフィルタリング技術を使用した自動自動スパム検出システムを追加した。サービスは2018年4月13日、移行新規ユーザー登録を中止し、 既存のユーザーも2019年3月30日まででサービスを停止した。以前作成されたリンクはそれまで通りの URL にリダイレクトされる。Firebase Dynamic Links が後継のサービスとして利用できるが既存のリンクは Dynamic Links に自動的には変換されない。ありがとうございます。